なんか、はい、居酒屋みたいな感じですか。ちょっとなんかそこは居酒屋っぽいですね。夜の方が多かったさ。もうずっと断り続けて、もう2ヶ月。18時で閉店です。申し訳ないです。ちょっと閉店なんですよ。すいません。します。ありがとうございます。メニュー考えた。おお、さすが。メニュー考えたようなべして。すいません。うちで今一番人気の商品で、もう今週あと2食でソールドアウトというところで、こちらの柿キムチで。じゃあごゆっくり食べてください。サイコロステーキです。A5 の岡山県のステーキでございます。ちょっと夜のお客さんというか、ね、夕方にお客さんよく来てくださるけど、なやっぱやってないけど夜やった方がいいんだろうか。18時で閉店です。申し訳ないです。ちょっと閉店なんですよ。すいません。します。ありがとうございます。ちょっとでも前向きね、やるの考えていかないといけないですよ。そうだよな、うん、昼間だけっていうよりかはやっぱ夜やった方がな、地域の人たちも喜んでいただけると思うしな。まっちゃん実はな、最近なやっぱな、はい、夜した方がいいかなと思って、はい、夜鍋してメニュー考えたおぉ、さすメニュー考えた夜鍋して。こういうやり取り実際あったんですか。実際はリアルにあった。電話であった。夜の方が多かったさ。カフェ開いとるかどうかの確認は昼の連絡でそのまま来てくださるんですよ、その日に。ただやっぱ予約って夜が多、正直あのインターネットに載せる番号には夜の予約の方が多かったです。そうです。もうずっと断り続けて、もう2ヶ月。それってあのお客さんでは大体この辺に住んでる人っていうわけじゃない。いやー、ちょっとこの辺に住んでるかどうかっていうのは分からないですけど、住んでる方も、まあ、何々の、その、まあ、例えばですけど、こういうことを何々されした後に使えるかなとかあったので、ちょっとあのお話をさせていただくんですけど、予約で言うと、やっぱりここら辺をあんまりされとるところがないので、そこは自信持って、うちは。え、800万個入りで、はい、1個入りです、はい。違ったランチ出してます、ね、カルボラーも並ぶで走ります。一番何が今売れるんですか。売れるうなぎですね。あ、うなぎが。やっぱ土曜の牛の日で宣伝させてもらったのがあったのか。はい、なるほど。なんか、まあ、でも普通で多かったのは、今まで多かったのはやっぱり釜飯と、やっぱ女性の方はキーマカレーと、この上の段がやっぱり多いですね。あ、まあ、確かにね。で、お仕事されてる方がこういうランチの定食系、会社勤めの方がやっぱり多いです。そうですね、前回はあの釜飯とこのうなぎをね、はい、多分あのトーストぐらいしかなかったですね。お客さん結構言われて、そのまあ言われてっていうかあれですけど、食べやすいっていうと、やっぱりあ、もうなんか、はい、居酒屋みたいな感じですか。ちょっとなんかそこは居酒屋っぽいですよね。まとまってないですよね、俺。あ、そうだったら。いや、まあ、地域密着型で。そうですね、地域密着型って悪いことじゃないですよね。やっぱり野菜僕あんまりあの使うよりホルモンがっつり食べたいなと思って、実はホルモンだけで炒めようかなんですけど、やっぱ野菜があった方が食べやすいなっていうのに思ったんで、野菜もちょっとやっぱ入れていくことにしました。まあ、ちょっと個人的な希望なんですけど、はい、まあ、焼肉とかできたらな。外とかね。あ、外でバーベキュー。バーベキュー。じゃあごゆっくり食べてください。失礼いたします。鉄板が熱くなってますので気をつけてください。これはもうなんかこだわりみたいなのあるんですか。スチャーソーセージは、バジルとブラックペッパー、今もたいなのはバジルで、そのこっちがブラックペッパー でチョリソーとチーズで、あー、違った味のもの。あ、なるほど。これ 4種類ってことですね。そうですね、4種類。ありがとうございます。はい、すいません。うちで今一番人気の商品で、もう今週あと2食でソールドアウトというところで、こちらの柿キムチで、日生の柿を使用して、うちの釜飯も使ってる柿をあのヤンニョム風の味付けで漬け込んでます。で、
それをあのお出しする前に温めてお出しさせていただきます。甘辛みたいな甘辛ですね。甘辛の、お酒にすごい多分合う。うん、美味しいですね。ありがとうございます。これもう何回もこれは作り直ししたんですよ。でこれを一応ですねソードドリンクでもできますし、ハイボールとサワーの方でどちらでも作れる、その3パターンでいただけます。それもこの3種類どれも一緒なんですけど、ありがとうございます。じゃあこちらで、はい、じゃあすいません、前から失礼いたします。ドリンクタンクはちょっと木材のため、あ、美味しいですね。さっぱりすっきり。あ、すごかった。全然いけますね。あ、いけましたか。よかったです。こちらが、岡山県産の A5 ランクの、サイコロステーキです。英語の岡山県のステーキでございます。美味しいですね。桃とバナナとマンゴーをちょっと砕いたものを入れてみます。何を言いましょうか。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、本当にね、いろんな、まあ、あの地域の方にまた愛されるお店として、あの、まあ、カフェまっちゃんを夜カフェもスタートしたんで、あのいろんな方に、あのもう本当に若い方から、あの地域の、ね、方とかいろんな地域からまた来てくださるように、はい、実際に、まあ、心温かく、まあ、迎えたいんで、ぜひよろしくお願いします。なんかこれからの抱負みたいなのありますか？はい、本当、まあ、地域の方もいろいろ、からもアドバイスいただいたんですけど、やっぱりあの美味しいメニューでちょっと厳選して、あのこれからいろんなメニューを作っていって食材を食べていただきたいと思いますので、本当、まあちょっとここら辺ではないようなメニューをどんどん入れて、楽しんでいただけるようにしたいと思ってます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。来てくださいね。はい、来てください。お待ちしてます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。